皆さんこんばんは、青木誠です。3月に入りましたね。今夜は一足飛びに春に向かってこのジャンプをすることにいたしましょう。今年の2月2日東京芝の郵便貯金ホールで収録いたしましたシルバーコンベンション女性の3人グループ、この初来日ステージの模様を聞いていくことにいたしましょう。このシルバーコンベンションというのは、1975年といいますから今から3年前ですね、カンヌで毎年行われておりますミディムレコード音楽出版国際見本市、ここでデビューをいたしました。そしてヨーロッパ各地でセイブミーライロビンフライ、僕らもよく知っているこういう曲を大ヒットさせました。そしてちょうどその頃ディスコブームというふうなブームがありましたけれども、あれに乗りましても世界中をぐるぐると回りましたね。ところが、このレコードが作られましたのは西ドイツのミュンヘンなわけです。僕らは普通アメリカのサウンドを聞いているんですけれども、このアメリカで作られたレコードとはちょっとサウンドが違うというので、ミュンヘンサウンドなんていうことでも大変評判を取りましたね。フライロビンフライ、それから恋のブギー、こういう曲はその後アメリカに渡りまして、なんとですね、全米ヒットチャートのナンバーワンを連続して記録した、そしてグラミー賞まで取ってしまった。このポピュラー界ってのは何といってもアメリカが中心なわけですけど、この中心のアメリカへのしのしとのし上げてね、そしてナンバーワンをさらってしまったというのは、なんと快挙といいましょうか、事件といいましょうか、大変素晴らしいことではありませんかね。さて、この日のシルバーコンベンションは黒いステージスーツで、この両サイドにスリットが入っておりましてね、大変このセクシーといいましょうか、僕なんかハラハラしながら見ていたんですけれども、曲は、おなじみの Save Me、 それから Fly Robin Fly、 それから All Days Medley、 この中には Sweet Georgia Brown、 Hey Jude、 まあいろんな曲が出てまいります。それから Telegram、 これは日本では恋の危険信号と言われておりますね。そして Hot Shot と歌ってまいります。シルバーコンベンションの大変華やかなステージです。Yokoso arashai mashita. Watashi no nama iwa Ronda, New York City. Alright. Arigato. My name's Susie. I'm from London, England.
on her back. You say, boy, that you never lie. I'm at a front, it's soon. That girl is back. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Right now, we're going to do some really old golden oldies for you. From the early 20s right to the disco 70s. First, 1927. Woo!
Thank you. Thank you. And now another song from our last album, entitled Telegram. Change the mood just a little bit now and do a song dedicated to all the men out there. It's called Hot Shot. Thank you.
you. Hey, just getting warmed up, and it's always good. Get up and boogie.
デンライブステージいかがでしたでしょうか。女性の3人組シルバーコンベンションの初来日ステージだったんですけどね、ちょっと僕紹介いたしませんでしたけれども、フライロビンフライの時にお客さんの声なんか入っておりまして、実はゲットアップアンドブーギー、恋のブーギーから始まるメドレーのところでお客さんがステージに殺到いたしましてね、男性も女性も半々ぐらいおりましたけれども、次々とこのマイクを向けて最後は大コーラスになりましたけれども、このシルバーコンベンション初来日で当てましたね。さてここで来週のご案内を申し上げましょう。今年の2月の15日、大変寒い日だったんですけれども、東京の武道館になんと1万2000人の聴衆を集めましてコンサートが開かれました。でこのコンサートはですね、演奏したのがこれもなんと、たった2台のこのアコースティックピアノ、つまり僕たちが普通聴いているピアノですね、アコースティックピアノの演奏だったんですね。ちょっと前代未聞だと思うんですけれども、この2台のピアノを弾きましたのは、ハービー・ハンコック、昨年 VSOP で来日しました。それからチックコリア、リターントゥーフォーエバーというグループで有名ですね。この2人、つまり現代ジャズピアニストの両巨頭がたった2台のアコースティックピアノで演奏したコンサートが開かれたわけです。いずれもこのマイルス・デイビスの門下生として知られた人ですけれども、日本でただ一度だけ行われた大変貴重なコンサートの記録を来週は聞いてまいります。どうかお楽しみに。カセット用意しちゃおう。今夜のゴールデンライブステージは今年の2月2日東京芝の郵便貯金ホールで収録いたしました。シルバーコンベンションの初来日ステージの模様、ご案内役私青木誠で聞いてまいりました。それでは皆さん、来週のこの時間までごきげんよう。さようなら。